アリオソ、またはアリオーゾはオペラ、オラトリオ、カンタータなどにおける歌曲の種類で、通常のレチタティーボよりも、戦立的な音楽、あるいはアリアよりもより小規模な音楽を指す。アリオソという言葉は、アリアに形容詞語尾オッソがついた形で、アリア風のという意味であり、序章的でなく、序情的な演唱を言う。バロック時代の1638年に、最初の要例が見られる。 レチタティーボと同様の歌詞を持つが、繰り返しが多く、戦略的な音楽を、アリオソと呼ぶ。この場合、正確な名称は、レチタティーボアリオソになる。アリアと同様だが、商品でだ、カーポのようなアリア固有の形式を持たないものも、アリオソと呼ばれる。ヘンデルの作品ではしばしばこの意味で使われている。オペラ、セルセ冒頭のオンブラマイフは有名なアリオソの例である。 しかし、ヘンデルは同様の曲にこの語を一貫して用いているわけではない。18世紀の古典派でも、アリオーソの語は使われ続けたが、イタリアでは、レチタティーボの中の戦律的な箇所は、カバティーナと呼ばれるようになった。フランス、または、フランスの影響を受けた音楽では、アリオーソは盛んに使われた。グルック、オルフェオとエウリティチェダイ、二幕のアリオーソ、なんという。 澄み切った空だろうが代表的な例である。19世紀には叙情的な老称の意味で用いられる。アリオーその語が声楽以外に用いられることは稀だが、有名なものにベートーベンのピアノソナタ第31番変異丁々、作品110の最終楽章に現れるアリオーゾドレンティがある。ありがとうございます。